Can you celebrate? We can stop the music. Play. ほっ。いった。よ。どうも皆さん、バグリーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。前回はですね、門番たちがですね、我が敷地に、やってきたという内容をお届けいたしましたが、ちょっと待って、夜だ。おやすみ。実績です。今回は実績をやっていこうかと。初めてじゃないかな、実績を崩していこうというふうに言い出したのが。今のところまだ50、たったの 58% クリアしていないところから、しかもやってけそうな、なかなかに面白そうなものをこう、やっていこうかなと。コメントでもね、実績をご紹介していきますみたいなコメントがあったりとかするんで、そろそろ実績のタイミングかなと思っております。それでは本日もやってまいりまーす。ショータン。さあ、それでは皆さん、早速やっていきたいんですけれども、一緒に見ていきましょう、実績の方をね。虹色コレクション、全16色のウールを集めよう。あるんじゃないか、全部。ちょっとこの辺りの植物を、一旦、キノコ関係ないじゃん。あ、サボテンか。サボテンをちょっと焼かないといけないんだね、サボテンをね。ほいでから、炭袋そのままでいいのかな。これまた黒の染料になるのかな。あ、黒の染料になりましたね。黒、あります。赤、あります。黄色、あります。空色、空色なんか、ありがとうございます。空色も結構レアだと思うんだけど、赤紫、ピンク、薄灰、すごいな。青の染料、ラピスラズリ以外からも青が取れるのか。それにびっくりだわ俺。普通の紫もあるぞ。今で 1,2,3,4,5,6,7,8 カラーでプラスアルファ、どっかのあるはずなんだ。あった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 。これを染料に変えることができるんだな。できたできたできた。9カラーゲットすることができましたね。白も入れるとこれで10種類、あと6種類で、緑が来ると、それを混ぜて何か作れないか。あ、オレンジ忘れてんじゃん。青色なくなったじゃん、また。あれ、ちょっと待って。やべえ、めっちゃ増えてきた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。あと2色。みんなあと2色だ。白抜いて、白持ってくればそれでできるか。お前は、白の染料となれ。さすれば、灰色を作ることができ。あと1色なんですけど。はい、皆さん、16色揃いました。うん、どうだ。あれ、集めたよな。実績遊びできないってこと？おかしいなと思ったんだよね、俺。前、チラッと見たときに、氷渡りのブーツを装備して、海に張った氷の上を1ブロック歩く。この、実績がクリアできなくなってんだよな。じゃあこの世界の頂点、足場で世界の頂点までみたいな。あ、クリアできた。なんなんだその時間差は。行くぞ。もう登りながら置いていけんだ、こうやって。便利だわ。いくらでもあるんだよ足場なんてね。置けなくなるまで置けばいいんだ、これ。そういうことだろ。あ、おお、限界コード出た。さあ、世界の頂点に立つ男。そしてしばらく経つと実績が、解除される的な感じがさっきはありましたけれど。オープン。やっぱしばらく経たないとダメか。これだから、どのタイミングでお前は判定してんだよ。やりたいことをやったっていう、その表現がいい。5頭以上のラマを連れたキャラバンを引きよう。これも今ちょっと難しいな。牛の、あ、エルドラだ。速度で 1×1 の隙間取る。なるほど、これちょっと面白そうだな。金のリンゴ俺食べたろって。エンドラ戦でピストンで別のピストンを押し、それから元のピストンをそのピストンで引こう。粘着ピストンが必要になるってこと。豚で飛ぶやつもあるじゃん。トランポリン、スライムブロックとかもあるよ。これじゃあもう一回戻って、あ、世界の頂点来た。しばらく経つとやっぱあれされるね。飛び方の練習。こちら。じゃあな。エリトラで1マスのところを通るってのがあったな。1マスの隙間を作ればいいんだろ。はい、足場ちゃん回収。隙間作ればいいんだよ、1マスの。そうでしょ。こうしてこうと、これ1マスの隙間できたじゃん。足場でもうちょっと高いところまで上がって、ほっ。ああ、ダメだな、これは。もうちょっと高さ取らないとダメだわ。
任せろ。割と高いところからの方が速度はつきやすいからね。40キロ以上で書いてたから。俺は実績を解除してる。実績が解除されましたの通知が欲しいね。俺多分それができるようになってから実績で遊ぼうかと思ったんだけど、もうできる気配がないんで、もうこのままやります。よいしょー、皆さん、ではこの雲を越えたあたりで、よいしょ、いいよ。行くぞ。だー、惜しい。なかなかに難しい。その時速40キロの速度ってどれぐらいなのかがわからんよな。数値で教えてくれれば。目安がないからな、速度の目安が。速すぎるかもしれないね、下手したら。行きます。これぐらい離れとくわ。え？どう？どう？今の。今のどうすか？今のどう？一応くぐり抜けたよな。もう頼むからすぐあのあれして、もう。すぐあれしてよ、解除。もう一回やっとこうか。いけたんじゃないの程度じゃダメだよ。これはもういけただろっていう程度までやってから、次の実戦にちょっと移動しよう。参ります。いった！いましたか皆さん。ははははははは。今のは絶対いけただろう。もう誰がどう見ても今くぐり抜けてたもんな。まあ一泊してからよ。うん、行くよ。まだ開けてない。絶対開けてる。もう絶対開けてるはずだから。絶対にくぐり抜けてた。まだ面白いのがあるよ。もう一個ぐらいクリアしておきたいんだ。スライムブロック、初めて作ったな。これでポワインって跳ねればいいんだって。こうするじゃん。はい、一応1スタック積んでみます。1スタック積んで真上から降りて30メートルぐらいこう跳ねると実績が解除されるらしい。実績解除されない。なんで解除されないんだ。では参りましょう。あ、エリトラつけてちゃダメなのか。いけた？いやー、ちょっと足りんかな。跳ね具合がちょっと足りなかったな気がすんな。30メートル跳ねてくれって書いてあったんですよね。だから、30ブロック分上がんないといけないのよ。つまり、あれ、落下した地点が64だから30だと、だから95ぐらいまで跳ね上がらないといけないってこと。もっともっと高いところから降りよう。普通スタックから降りれば、まあほぼ間違いないだろう。行くよ。これで大丈夫なはず。いった。30ブロックはいったぞ。よっしゃー。もうちょいになってるじゃん。ほら溜まってるじゃん。バーが溜まってるわけじゃないですか。これ多分もうちょっと待てば多分解除されると思うんだ。1秒に40ブロックぐらい進むスピードでってこと、相当なこれ難関じゃない？あ、トランポリン達成。では最後、海に行きましょう。海が近いのは、あ、そうですね、砂漠バイオームですね。砂漠バイオーム久しぶりに行って表情歩行やろう。では最後の実績。あ、何ここ。でこれでもう実績クリアしてんじゃんねえ、これ海に張った氷の上を1ブロック歩くだぜ。この後このブーツ脱ぐのか、もしかして。あ、そういうことなんじゃないか。で固まる、ここで脱ぐ。歩いてどうだ。あれ、氷渡り2だからダメなの？他のエンチャントついてるからダメなの？それとも氷渡りのブーツっていう名前に変えるの？これイリトラじゃん。虫の羽って名前に変えないといけないんじゃないの？やべえ、それだったらマジやばいんだけど。それを最後試して終わろう。絶対あのクリアの条件を満たしてるはずなので、まあ、エリトラのに関してはもしかしたら速度出てなかったかもしれないんでね。うん、氷渡りのブーツができたよ。いくよ。さあ氷渡りのブーツを履いて氷を渡る。そしてなんだったらここで脱いでみる。そしてそれをそこを歩く。1ブロック以上歩いている。
なんと下からの攻撃を食らっているだと。あら、ただいま。え、おはやす、あ、おやす。実績に関して皆さんまたアドバイスの方よろしくお願いします。なんでこれクリアできないんでしょうか。できたやつはあるのに、なんでこれできないのもあるんでしょうか。じゃあこれ取り返したらもう今日はね終わりたいと思いますけれども、やっぱりまだまだ謎な部分が多いな、実績に関しては。では名倉寺をやっていきましょう。まあ近い方やったらそやな 91%。 エンドシップね、エンドシティのことね、はい、みんなもっと遠かったということね。こんなすごくないこれ、可愛くないこれすごいよね。なにこれすごいよね。オムライオムライじゃない、おこのい卵いマグクラ2019ほな、カツオのたたきさん、そうだな、カツオのたたきさんありがとう。お疲れってことでですね、今回クリアできた実績は3つということでございます。いまいち納得いかないな。それでは本日はこの辺りで終了でございます。また次の動画そして配信でお会いいたしましょう。本日誕生日の兄弟のみんなおめでとう。そしてまたお会いいたしましょう。